家徳用は、中華民国の軍人、政治家、北京政府、安岐派の軍人、後に国務院総理となった。国民政府でも役職についている。字は、今には、今には、保定陸軍軍艦学校を卒業した後に日本へ留学した。陸軍主管学校を第三期不評科で学んでいる。帰国後は、北洋第二鎮政参謀官、馬に表々等を歴任した。 1912年、河南森軍に配属され、団長となる。1913年、第7市、第13旅旅町に昇進する。民国3年9月には、第15根成旅旅町に移動した。1916年1月、仙南鎮守市に任命されている。遠征外市後、加徳洋は、団基随率いる安記派に属する。1919 19年8月、 お定陸軍軍艦学校校長に任じられた。安直戦争後の1922年、陸軍部軍学士市長に任じられ、1923年3月、陸軍軍学編集局局長となった。1924年10月、加徳洋は、ひ局長による北京政変に参与して、段気づの復権に貢献した。11月、陸軍次長に、12月には、 陸軍総長に任命されている。1926年2月15日、巨政への公認として、国務院総理に任命される。しかし3月18日、日本と欧米各国が断に、強排除を要求し、さらに武力行使も辞さないと勧告したことに橋を発して、北京で、これに反発する民衆と官権との衝突事件が、発生した。事件の責任を取り、 4月20日に辞任した。その後は、断気髄と共に下アしていたが、1932年6月、か徳洋は、国民政府軍事参議院参議として復帰する。民国24年12月、被殺政務委員会委員となった。1936年1月、外交委員会委員となり、主任委員も後に務めた。日中戦争が勃発した後には、かは、 日本軍の占領地域に留まった。しかし、新日政府への参加要請は拒絶している。晩年は、上海に移り、陰性した。1941年、上海にて病没。去年62、死後、国民政府から、陸軍中将、陸軍上将区組を追蔵されている。ありがとうございます。